い、どうもアンペアです。お願いします。酒井と島倉でアンペアです。お願いします。ぜひね、顔と構えだけでも覚えて帰ってください。はい、はい、というわけで、先日、はい、我々の大好きな田村正和さんがお亡くなりになったというニュースを受けて、お察しします。小馬鹿にしてる？大丈夫ね。バカにしないでしょ、本人が大体言ってるんだまあまあそうだけど、本当ね、特にまあ我々古畑任三郎シリーズが大好きで、はいはい、よくね、普通に話というか世間話、雑談の中で、はい、古畑任三郎のセリフだったりとか、はい、キャラクターだったりとかを織り交ぜてボケあったりとかしながら、はい、よくね、出てくるのは、カビンカビンとか、はい、赤石さんまさんのやつね、はい、赤い洗面器の、はいはいはい、結局何なのか分かんない赤い洗面器の男やってますけども、まあね、しばしのお別れっていうことですけども、そんな、まあ、追悼ってわけでもないですけども、はい、我々のね、古畑任三郎愛を確かめてみたいなと、そこで調べたら古畑任三郎検定みたいなのがあったので、うん、はい、こしたら2人で協力して、協力でね、協力すれば、はい、もう誰が作ったどんな問題も満点取れんじゃねえかなと思いまして、どんどんやりましょう、ちょっと試しにやってみようかなと、はいはい、第1問、古畑が小石川ちなみに言った読んだことのある漫画はどれ。これ4択です。多分全部4択なのかな。カリマンタンの城、それは小石川ちなみの書いてる漫画だろマンゴロウ、マンゴロウだ、まあ、いるだこれ、マンゴロっているでしょ、うん1番天才バカボン、2番のったり松太郎、3番ドラえもん、4番鉄腕アトム。これでちょっと自分は記憶にはないです。知らないです。いきなり満点取れんじゃねえかっつって、いきなり1問目からわからない。でのったり松太郎でした第2問、向島の名前はどれ。もうこれせーのでいきましょう。はい、はい、の音吉、笑うカンガルーの狂気はどれ。笑うカンガルーってなんだっけ。あのね、あ、数学のやつ、オーストラリアのやつだ。そう、はいはいはい、あのファルコンの定理、ファビン、スパナ、マット、塩辛、塩辛は狂気ではない口の中に塩辛を詰め込んでよくご存知口の中に塩辛と酒を詰め込んで、はい、自分で晩酌してたかのように装ったやつだよ。よくご存知、カギン、スパダ、バット、ハイザラ、はい、僕はこれわかりますよ。わかる、多分。あの、ずっと忙しすぎてさ、ずっと働いてる、電話しながら殺人を犯した回、はい、あれもキリコのねあれも別に、はい、ハイザラで殴ったわけじゃないけど、ハイザラは出てくるじゃん。その時の感じは何あのね、ホテルの名前の一文字なんだよ。何が何になっていた。窓の、はいはい、窓の、はい、こういう、それは簡単じゃないの、最後にバーっていうか、なんだっけ、漢字一文字、ちょっとその答えは分かんないです。伊賀どんぶりです。いいな、そうだね、はい、ありがとうございます。じゃあそれの次の問題、じゃあこの答えを言え、まあ、花瓶って灰皿、灰皿です、灰皿で最後にあの取り替えたんですよ。安西は古畑のことを何と呼んでいた。古畑、任、ザブ、ロー、はいはい、これはもう、ね、これはもうね、せーの、せーの、任、はい、これはもうそうでしょ。古畑に第一シーズンからずっとつき続けている部下の刑事の名前は、はい、せーの、今井口慎太郎、はい、お、これはちょっと難しかったぞ。問題、古畑の反対は何。今泉、正解。古畑が愛用している自転車の名前は、ファイヤーガール、セリーヌ、ローマ2、コルサイタリア。僕知ってます。マジか。選択肢を見れば分かった。あ、いい、いいよ、俺絶対分かんない。セリーヌ、セリーヌなんだ。へえ。汚れた王将で決め手となった結婚がついている駒は、これは多分だけど、僕も多分だけど、じゃあせーので言ってみる、はい、せーの、飛車。あ、これもうよっきりですね。
だから戻したんだもんね。結構敵陣から手前に引いちゃったんだもんね。飛車のやつですね。さっきもちょっと話した。女性のマークじゃなくて、古畑の古。隠した封筒の中にね、書いてあったやつね。封じ手のね。封じ手の。これなんだと思います？これなんだと思います、うん、女性のマークじゃないですかねってみんなが言うやつ。殺人特急で加害者の中川外科医はどこに駐車した？僕も多分これも多分わかります。せーの、くるぶし。くるぶし。なんで俺にもう一回言うの？黒岩博士の恐怖において古畑は警察犬にこれまで扱った事件の犯人の名前をつけているが、以下に挙げる中でつけられていないものは、まずいまさる、中浦孝子、双葉東洋、井上健一郎。これはね、この事件はね、いい事件でしたね。黒岩博士ってあれ、おみくじのやつ？肛門からおみくじが出てくるっていう、死体の。これはね、でもね、双葉東洋とね、バンズインはあった気がする。僕もバンズインはあったと思う。ね。中浦孝子ってあれですよ。桃井かおりですよ。もうさ、おみくじがさ、肛門から出てくるっていうさ、いいさ、コメディーとミステリーの間のいいところをついてくるなって思ったんだけど、はいはい、結局、検視官、はいはい、みたいな先生、観察何解剖する人で、死体を解剖する人が、その人が犯人だったんだけど、うん、それがその一連の被害者の全部担当してるっていうのはさ、ちょっとさ、無理があるよね。無理があるっていうか、もちろんそうなんだけど、自分でやってるから、うん、それはバレるよね。だから、そこで入れたと思わせないように、うん、連続殺人だったわけでしょ。サラペットジーンズがなければ未解決だったかもしれない。本当の犯人がバレない、本当の犯人じゃない、本当の犯行がバレないようにその前を偽装してやってたんだけど、関係ない事件を関連づけるために、うん、それがバレちゃってるよねって。まあまあまあ、全然うまいトリックじゃねえ。いやでも、まあ、古畑さんじゃなければ解けなかったのかもしれない。まあね、ゆで卵がなければ解けなかったですからね。ゆで卵が何か金なんて解けたんだっけ。ゆで卵、あれね、古畑がやべえやつだなっていうシーンがあるんですよ、うん、今泉くんからもらったゆで卵があるんですよ。それをね、うん、あの死体安置所みたいなところをね、手にね、あのね、半笑いでね、置くん置いた、こうやって手が出てたやつに置いて、そのゆで卵の指紋で そう証拠になったんだ。そう、古畑やべえ。そうだそうだ、そんな好きですね、そういうところ。そういうのが好き。そのなんか結構さ、そういうのが好きってお前怖えな。真面目なとこでさ、とんでもないことするじゃん、あの人。まあまあまあ、ちょっとおかしいからね、ブラッドさんってね。いいよね。一応答えどうしましょう。4ね、OK。俺も4かなと思う。2か4だよ。うん。はい。あの犬の飼いのさ、犬の調教師みたいだったんだよね。そう、警察犬の。だけど、犬は嘘をつかないから、みたいなんで、だから好きなんかなと思ったら、だから嫌いだっていうところがとても好き。あ、そうですね、だから嫌なんだ犬はっていう。嘘をつく人が好きなんだっていうね。嘘を見破るプロですからね。バーナスクイーンズ王で古畑に出された弁当と加害者の仙道が食べた弁当で前者に入ってて後者に入っていなかったことは、これわかる。大根の煮物、牛すじ、さつま揚げ、がんもどき。クイズ王って唐沢さんだよね。そう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 。えっとね。これは分かるぞ。がんもどきかさつま揚げのどっちかの話はあった気がする。なんか。がんもどきのはず。がんもどきあれ食ってませんでしたみたいな。あ、僕あれ。そう。怪しかったんで食べなかったです。そう、なんかそんな話があって、でも本当は入ってなかったみたいな話が。あの古畑さんの方には入ってたんだけど、クイズ王やばい、なんかイチャモンつけられたから、はい、内容を変えてあったんだよね、弁当の中身を。ちょっといいやつに変えてあったんだよ。クイズ王のやつはだからそっちに入ってなかったはずなのに、ガンモドキの話をしたからっていうやつだよね。ガンモドキですが、その時に盗まれたコントの衣装は何？どこの出前衣装だ、なんかの出前衣装。正解。警察とね、出前持ちみたいなコントをやるはずなんだよね。そうそうそう。
応ガンブドキにするよ。はい。ピッ。殺人公開放送。これあれかな、ラジオ違うわ。エスパーのやつだ。エスパーっていうか、超能力のやつだ。はい。で、加害者の黒田が超能力が衰え出した年齢は、これはわからん。数字はむずい。15歳、18歳、20歳、22歳。あのね、インチキしてた超能力者なんですけど、うん、あれなんですよね。本当は子供の頃はできたんですよね。で、まあ本人は言ってるね。後日談でね、うん。本当は最初はできたんですよ。で、衰えちゃったから仕方なくインチキに頼ったっていうね。その人ですが、その人がかけていたサングラスの色は黄色。わかるわ、そんな。あ、もうしてないから不正解。黄色、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 黄色。バーサススマップで被害者の富樫君かな、はい、の切っていた紙で作る雪の形はこれはどっちの意味だ。もともと切れて命じてた方なのか富樫が切ってた形の方なのか。富樫被害者っていうかあれか、悪いやつ、ね、悪いやつ。そうなんですよね、あの雪の雪だよね。そう、雪を、あ、そう、雪って書いてあるじゃん。雪を紙吹雪みたいなの作るんだけど、富樫、うん、は言われた通りにしなかったんだよね。そうそうそう、だから言えば、四角に、じゃない、三角に切れって言ってたのを、四角で切ってたんだよ。そうそうそう。だからこれ問題はどっちのことを解いてるんだ？これを一人にするためにやったんだよね。そうそうそう。一人にするためにこれを急遽作んなきゃいけないから、ここで作っといてくださいって言われて、三角にするんだよって言われたけど、あの、殺した後に、あの人言われた通り全然やってねえよ、みたいな。うん。ってことは四角じゃない。四角のことを言ってるのかな、問題として。富樫の切っていたでしょ、うん、紙で作る、あ、切っていた紙で作る雪の形は三角じゃないとヒラヒラしない、ね、そうそうそう。それがね、あの靴の中に入ってたっていうんであの証拠にしようとしたけど、キムタクがね、富樫は三角になって切ってねえんだよって言ったことが決定打になっちゃう。シーズン1第1話、死者からの伝言から。小石川ちなみが飼っていた犬は何という名前でしょう。さっき言っちゃった。でシーズン1第11話、さよなら DJ から。コンビニ強盗が被っていたマスクはどれでしょう。さっきちょっと言っちゃったね。パーマン、ドラえもん、バカボンのパパ、ルパン三世、バカボンのパパ。シーズン2第9話、間違われた男から。マリトンホテルで行われる予定の会の名称は何でしょう。あ、これあれか、サザエさんのやつか。サザエさんのやつですね。ボーリング愛好会、ブバイガワラ中央病院学会、宅発の会、警察庁副総監の就任パーティー。これ分かりました。分かんないです。宅発の会です。何それ、分かんない。お坊さんの集まりなのに、あなたおかしくないですか、だったら、いや、出席するとは言ってないっていう。あ、じゃあそれ、はい、宅発の会です。全然それじゃないです。俺結構あの会好きだ、好きだよね、あの会。あの会好き。僕嫌いです。あ、そうなんだ。あとね、地味にあれが好き、あの生徒修道院みたいな話。ああの、言葉が足りないのは嘘ではないですっていうやつ。あのドアを開けとく、ね、そうそうそう。部屋で音楽を聴いていました言ってたやつ。その戒律みたいのを、あのシスター、修道院ですか、うん、のシスターだから絶対守るんだよね。人は殺しても、うん、殺そうとも、うん、あの何あれ、男性と会う時とかですか。そう、男性と会う、あのドアを開けとかなければいけないと か、うん、か人を殺す時にもドアを開けとかだったんだよね。そうか、音楽、あの嘘をついてはいけないから部屋で音楽を聴いてましたってのはどこの部屋でとか言ってないっていうね。あれはありだけど、サザエさんは嫌いですなんかコメディー界あんま好きじゃないんですよ。なるほどね。ほんと嫌い、あの回そうなんだ。あの、僕そのコメディー界好きじゃないんですけど、うん、あのさっき言ったようにクレブリンの回もあんま好きじゃないんですけど、うん、あれは古畑があんまり出てこないからいいんですよ、はいはいはい、これはまあしつこいこれ逆にそのしつこいというか、古畑がずっと小馬鹿にというか、そう分かってんのにいたずら。だからそのインタビューの回でも、あの人は本当に刑事さんなんですかみたいな、ずーっとこっちを痛めて楽しんで、もうあんな刑事さんです、見たことないですよみたいな話を。すっごい、だから余計に一番嫌だこれ何が面白いかって、はい、この人本当に殺人を犯して密室殺人みたいなトリックをして、うん、帰ってる途中でちょっとハプニングがあってみたいな、
そっちの事件は一切触れられないんですね。 その後の運の悪さみたいなのをずっと拾われるみたいな。で最後にあなたとは別の殺人というか、ね、事件で勝負したかったですみたいな。ところであなた一体誰なんですかって言って終わるっていうね。まあまあ面白い回だと思いますよ。で第7問スペシャル古畑任三郎対スマップから富樫明夫が多いなその回恐喝というかな、まあ、揺すっていたスマップメンバー誰でしょう、はい、これはもう分かるね、はい、せーの草薙剛。はい正解、お疲れ様でした。でもまあ我々の古畑任三郎愛は伝わったんじゃないかな。伝わったかなこれで。伝わったよ。伝わった。ああなんかもっと喋ればよかったね。喋ればよかったよ。クイズの正解がどうこうっていうよりもクイズに付随するあの層の厚さで多分伝わったと思うよ。わかりましたかね。はい、ということでね、あ一郎の話とかもさしたかったよ。一郎の話とかさ。一郎が証拠品というかまあサインボールかな。だっけなんかを。はい、簡単だけど肩かね。いやーでもそれもスマップ以来の衝撃のでしたね。まあ、本人役として一郎が出るんだ。しかも一郎っていう向島くんの弟なんだ、ね。まあ、それだけでしたけど。第2回が動く死体で、坂井正明さんが。ああ島倉さんの好きなやつね。これ好きですね。島倉さんがすぐ言うやつ。茶漬け食うんすよねやつね。人を殺した後に茶漬けを食うでおなじみの。そうそうそう、結構好きなんだよね。てか堺正明が好きなのもあるんだけど、はいはいはい。次、赤か青か木村拓哉。赤だから切った方はね最終的にね。誰が分かんない赤だけ言うって。赤か青かって言ったじゃん、うん、だから赤だけど聞かれたんかなと思って。そうか、まあまあ観覧車ばっかも。キムタクが探していたものは何？キムタクが探していたもの、犯行現場に残しちゃったものは何？あーなんかあった気がするね。あ、自転車の鍵。正解。10ポイント。自転車の鍵。10ポイント。自転車の鍵。10ポイント。これ永遠に稼げる。次、魔術師の選択。あ、むしろ信号。それ僕好きな、めっちゃ好きその回。好きそうだね、はい、ただちょっとさ、あなたなら片手でもブラウスは取れたはずみたいな、その話が、あ、そうなんだ、そこが好き一番。へえ。へえって思って、やっぱり片手でボタンを外せるようにならないといけないんだなって。どんな見方をしてんの古畑任三郎って。はずだけど両手でやってたから外そうとしてたんじゃなくて閉めてたんですねみたいな話があって、なるほど、片手で外せないといけないのか。あなたほどのプレイボーイがそれをやってたってことは、もしかしたら娘さんですかみたいなね。そう、隠し子みたいな。そう気づいたんですよ、大人になって気づいたんですけど、うん、自分で脱げばいいんだ女性が、うん、もう自分で脱げよ。何の話をしてるの。僕自分で脱げよって言うんで、うん、大丈夫でした。その後のスペシャルでしばしのお別れ、山口智子の双葉法要。今夜はとっても冷やしいですね。明日は雪が、フリージア。正解、20ポイント。俺が獲得するそのポイント。お前が押したのに、はい、それで最初に犯人だと思ったのはなぜでしょうか。どの部分だろう、どれのことを言ってるんだろう。答えを聞いてみよう。正解は発表会かな、あれ、うん、発表会が終わったのに栄養ドリンクを飲んでいたから。あーなるほどね、そうだね、その回だね。普通は終わった後飲みませんみたいな話。まだ冷たかったってね、瓶がね。それから長くなることを知ってたんですみたいな、あなたは刑事が来てみたいな、うん、次、灰色の村、村ぐるみの、あ、親方様みたいなやつ。そう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 、卓球やってたね。
その回、その回やってる。その回、その回。あの、まあ、曇ったガラスに得点書いてて。焼きハマグリ。正解。それ今俺が言おうとしたんだけどね、クソ。あとはないかなぁ、そこの回で。あってかな。虹の誉れ。虹だっけ？酒？酒の名前。虹の誉れじゃない？発端となった酒でしょ？あ、違う、ひなの誉れだった。くっそ。でもあれはなんかさ、近代地下みたいな感じがあるよね。ね、村ぐるみだから余計にね。異世界に来た感じ。元祖近代地下のあるよね。その近代地下を好き感。ちょっと怖さというかね。うん、なんでみんなあれ？っていう狂気を感じるよね。あんま、ああいう秘境みたいなことがいかないじゃないですか。うん、また、また間違いないですけど。チャリだしね。うん。で次が、はい、最も危険なゲーム。これは前編と後編に分かれてて、江口洋介の。ああ、僕の好きなやつ。高井の好きなやつですね。だってあの江口洋介は壊れたもんね。ちょっと分かる。あれから、うん、ボールペンカチカチになる。暇な時というか時間がある時に手を荒れさで、カチ。江口洋介かっこいいんですよ。あとなんか信念があるんですよね、その人を殺さない、傷つけないだっけ。そうそうそう、サーズとかな、セーブアニマルオブズー、動物愛護団体のちょっと過激なやつだけど、テロリストなんだけど、これはしない、これはしないみたいな。で、頭いいんですよ、めっちゃ。うん、頭良かったね。だってさ、あれなんですもんね、バッグを奪うためだけに、うん、あ、そうだね、そうだ、バッグを取り返したいがためだったんだ。バッグがその忘れ物室みたいなところに行っちゃったのを取り返したい、うん、あの、まあ、自分たちがなんか多分捕まっちゃう証拠みたいなやつかなんかが、キーホルダーかなんかがあったんだよね。っていうだけのために電車をジャックして、まあ、してるように見せかけて、あの、お金も要求してるように見せかけて、それを手に入れようっていう。お金なんて小銭しかないからバッグがいっぱい必要で、すぐには用意できないから、忘れ物庫にあるバッグを使おう。そう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 、比べてないから分かんないけどさ、もしかしたら最大の敵はこいつだったかもしれないね。江口洋介だったかもしれないね。倉谷に殴ろうにとって最強の敵というか。また見たくなるね。レンタルしようかな。倉谷の面白さがね、知らない人にも伝わったと思います。伝わってねえわ。知ってる人、古畑好きにだけ伝わったわ。ボールペンカチカチのところだけ伝わればいいかなと。そうね、はい、ぜひとも江口洋介の回をご覧ください。はい、この動画が良かったら高評価とチャンネル登録とコメントで、私はこの作品が好きだよなんてコメントしてくれたら嬉しいです。バイバイ。アンペアでした。古畑任三郎でさんが見てね。てこてこ。